ドリアンは、アオイカドリアン族に属する樹木である。ドリアンと呼ばれるドリアン族の種の中で、最も一般的な種であり、その食べられる果実も、ドリアンと呼ばれる。俗名のズリオは、ラテン語のドリアンに由来し、もともと、マレー語で、刺シを持つものという意味である。また、種小名のジビスニスは、コ行の香りを持つという意味の形容詞である。合わせて、の香りを持ち、 針を持つものという意味になる。マレー語ではドゥリアン。タイ語ではトゥリアン。北京語でリューレン。広東語でリュー代表的なドリアンと呼ばれる栽培種の学名はズリオ・ジビスニス。その他にも分かっているだけで30の種が存在する。原産地は東南アジアのマレー半島。果実は強い甘みを持ち、栄養豊富で特にビタミン B1 を多く含有する。 果物の王様と呼ばれている。ドリアンの木は高さが20から30メートルほどになる常緑樹でピラミッド状の樹幹を作る。枝は細かく、葉は互生する。葉の表面は緑暗色で光沢があり、長さ10から18センチメートル、幅5センチメートルほどの長大円形。花は紅白色で5つの花びらを持ち、過去に数個から数十個ほど群生させる。果実は 受粉後3ヶ月ほどで成熟し、大きさは20から30センチメートルほど、重さは1から5キログラムほどになる。食事後5年ほどで収穫できるようになる。1本の木から1年で100から200個が収穫される。海力食をしており、外皮は角質系全体が硬いと根に覆われている。内部は5室からなり、角質に2から3個の種子がある。食べられるのは、 種子の周りのクリーム状の部分で果実全体に占める過食部分の割合は少ない。種子は焼くか茹でることで食べることが可能である。種子の食用はドリアンの産地でごく稀に行われるが、あまり一般的ではないため、ほとんどの場合に廃棄される。過食部は甘い香りとともに、玉ねぎの腐敗臭、または都市ガスのような強烈な匂いを放つ。 ドリアンの香り成分として分かっているだけでも、エステル、アルコール、アルデヒドに属する26種類の揮発成分、および8種類の溶化合物が存在する。強烈な匂いのもとは、臭い成分の一つ、溶化合物1、プロパンチオール C3H8S が核となり、その他様々な臭い成分が複雑に絡み合い、作り出されている。2017年、ドイツの研究者らは、 ドリアンの特徴的な方向が、エチルマイナス2メサルブートノーイと及び一エタンマイナス1サイウルの2つの成分をドリアン中に存在する。比率で混ぜ合わせることで再現できることを明らかにした。2017年、シンガポールを中心とした研究グループがドリアンのドラフトゲノムを解読した。沖縄県にドリアンの木が植栽されている。開花することはあるものの、結実にまで至ることは、 非常に稀である。ありがとうございます。